大家好，どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。最近又把头发剪了，短すぎるよ。もうやっぱ髪の毛長い方がいいかな。前回はですね、日本では普通だけど中国ではあんまり見ないものを皆さんに紹介したんですけど、今回はですね、その逆バージョン、中国では普通なんだけど日本ではあんまり見ないものサービスを話していきたいと思います。ちょうど先月中国に帰って、今回はねまた新しい発見がありました。うん、所以就很想跟大家分享一下这次的新发现。まず一つ目は街中のゴミ箱です。多分ね、初めて日本に遊びに来る中国人はみんなびっくりすることは、街中にゴミ箱がない。中国の街中にゴミ箱は結構あちこちに設置されています。まあ普通はリサイクル可とリサイクル不可のゴミ箱2種類があるんですけど、しかもゴミ箱とゴミ箱の間の距離も結構近くて、まあ、大体100メートルぐらい歩いたら必ずどっかにゴミ箱があるんですね。まあ日本はね、ゴミの分類とリサイクルをしっかりやってるから、皆さんは普通は、まあ外のゴミを自分のカバンに閉めて家に持って帰って処理するのが普通なんですけど、でもね、やっぱりね、中国に帰ると24時間いつでもゴミを捨てられるのが本当に便利だなって思う時もあります。まあ利便性で考えたら街中のゴミ箱はすごいありがたいんですけど、まあ資源の再利用とか、あと街中の清潔さを保つっていう視点から見ると、まあ日本のやり方もそういうメリットがあります。うん、皆さんどう思いますかね。はい、じゃあ2つ目はね、デリバリーボックス。宅配ボックスとは違ってデリバリーボックスっていうものがあるんですよ。中国ではね、まずデリバリーサービスの利用率はめちゃくちゃ高いです。なんかフードデリバリーだけじゃなくて、日用雑貨とか化粧品とか薬だったりとか、基本スーパーで買えるものは全部デリバリーができます。最近中国に帰ってホテルに泊まるとき、ロビーのところに絶対デリバリーボックスがあります。まあホテルだけじゃなくて、学校の周辺とかマンションの近くとか、結構人が集まってるところにデリバリーボックスがあります。デリバリーを注文するときに、自分がその場所にいなくても普通に注文して、で自分がその場所に戻ったら QR コードをスキャンして中の荷物を受け取ることができます。これはね本当に便利です。普通なんか食べ物を注文する場合はだいたい30分以上待たないといけないから、帰宅の途中でそれを頼ん で家に着いたらそのものがもうすでに届いてる状態で食べれるのが本当に時間の節約ができて超便利です。はい、次はですね、 VPN です。日本の皆さんは海外に行く際に VPN はね不可欠なものです。 VPN ってなんとなく聞いたことあるけど、一体何なのかわからない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、簡単に説明すると、 VPN とはインターネットを使用する際に暗号化された仮想トンネルです。じゃあどういう時に皆さん VPN を使うかというと、一つはね、地域制限や検閲を回避する時に、結構 VPN を使う人が多いです。例えば海外に行く際に LINE とかインスタなどの SNS や Google 系のサイト、まあ、YouTube だったり Gmail だったり、それを利用するために VPN が必要な国や地域があります。 VPN を使うことで、その地域でブロックされているウェブサイトやコンテンツや、サービスなどアクセスすることが可能です。結構中国に長期滞在する外国人は皆さん VPN は必ず使っています。あともう一つはね、外の公衆 Wi-Fi を使うときに VPN を使って身を守ることもできます。カフェめくりとか旅行が好きな方はね、外の Wi-Fi を利用することが多いですね。 VPN はオンラインデータを暗号化してくれて、外の公衆 Wi-Fi を使っても安心できます。ではここで今回の動画のスポンサーさん、 Surfshark 簡単にご紹介します。 Surfshark さんの VPN は、高速サーバーの数は100カ国以上に3200台のサーバーがあります。そして30日間の返金保証もあります。 Surfshark は毎月数杯分のコーヒーの値段で、さっきご紹介した VPN のサービスをご利用できます。あとやんちゃんのこのキャンペーンコードを使うと、2年契約の場合は3ヶ月分無料で追加できます。詳細は皆さんぜひ概要欄をチェックしてみてください。最初の30日間は返金保証がありますので、ご安心して使ってみてください。はい、では4つ目、ネットショッピングのチャット機能です。私はね、日本でもよくネットで買い物するんですけど、お店側の人と随時にやり取りできる、そういうチャット機能がないのはね、いつも不便だなって思います。例えば中国のネットで買い物するときに、画像やテキストでどうしてもこの商品の詳細がわからないところがあったら、すぐにこのチャット機能を使って商品の詳細についてもっと詳しく尋ねることができます。あと商品が届いたら返品や交換する場合も、すぐにお店側とやり取りができます。中国で一番
番大きいネットショッピングのプラットフォームはタオバオ。結構タオバオのお店は朝8時から夜の12時まで随時に対応するのが多いです。しかもね、タオバオのお店のカスタマーサービスも本当に皆さん素晴らしい。とにかく返信するスピードが超速いです。だいたいお店の人にこの商品についてね、何かを質問したら10秒から30秒以内に答えてくるのがほとんどです。タオバオのお店はね、たくさんあるから、このお店の人はなかなか返信してこなかったらすぐ他の店に行っちゃうから、返信のスピードはね、命です。はい、では次5つ目、住所の自動読み取りです。去年中国に帰った時、久しぶりに郵便物を友達に送ったんですね。日本で買ったお土産を友達に送るんですけど、でその荷物を送った時に結構びっくりしたのは、昔はねまだ携帯で友達の住所とかを、まあ、手で打って入力してたんですけど、で前回はね、友達の住所をチャットの画面のまんま配達員に見せて、でその配達員の携帯でその画面をスキャンするだけで、その住所や電話番号、そういった情報は配達員さんの携帯の中に移って、それで終わり。そう、こちらから手で住所とか電話番号を打つ必要さえもないです。この住所を見せるだけ、一瞬で終わった。で日本に帰ってね、何か荷物を送るときにまだ郵便局に行って手で住所とか電話番号を書くんですよ。中国で手で住所とか郵便番号を書くのは中学生頃までやってたかな。そう、大学生くらいになったらもう全部携帯で住所とか入れる。さらに最近ね、手で打つ必要さえもなく、見せるだけで AI で自動的に綺麗に住所とか電話番号を整理してくれます。はい、では最後の一つはね、中国の16歳以上の人は全員が持っている身分証です。日本ではね、マイナンバーカードとか免許証、あと保険証などのそういうオフィシャルな身分証もあるんですけど、でも中国のあの ID カードと同じような身分証はないですね。中国ではね、16歳になったらもう必ず ID カードを作ります。 ID カードはね、一人に一つの番号がついてて、その番号はもう一生使います。例えばホテルのチェックインの時とか、あと飛行機に乗る時、あとはね高速鉄道を利用する時に ID カードの身分チェックは必ず必要です。なくしちゃったら結構大変ですよ。で最近ね、その中国の ID カードもいろんな新しい機能がついてきて、例えばネットで何かのチケットを買う時とか、公園のゲートに入る時も全部ね、その ID カードでこうピッてやってすぐ通れるから、それはすごく便利です。まあで近年、その ID カードと顔認証の紐付けもあるから、顔認証で地下鉄に乗ったり、会社に入ったり、買い物したり、まあ、そういうことができるところも増えてきてます。いやでもそれが嫌、プライバシーがないって思う日本の方もいるかもしれないんですけど、まあ、普通に私はね、悪いことさえしなければ全然、まあ、むしろ便利だなって思います。うん、皆さんどう思いますかね。ぜひね、コメントでご意見など教えてください。いいねとチャンネル登録もお願いします。また次回会いましょう。バイバイ。